ことぶき映画同好会、ことぶきつかさです、えー。今日は、えー、皆さんにお知らせがあります。お知らせとは何かと言いますと、この、まあ、ことぶき映画同好会ではこれまで、えー、新作映画の紹介だとか、あと映画のこの裏話だとか、 あと、アカデミー賞取材の動画などをアップしてきました。で、これからももちろん映画同好会続けていくんですけれども、なんと、それとは別に、ことぶきエンタメ同好会というチャンネルを、この同好会つながりで、 映画同好会の中でもう一つ、こう、立ち上げようと思っております。まあ、2024年、今日4月1日です。まあ、節目ということで、今日から、ことぶきエンタメ同好会も同時に、並列で、え、ちょっとアップしていこうかなと。で、エンタメ同好会って何ってことなんですけれども、基本的に、平日、月曜日から金曜日、ほぼ、 毎日夜中の24時に、まあ、その日のエンタメニュース1本 本を取り上ええ、まぁ、あ、ほぼ毎日ということで、どれくらいできるかわかりませんけど、ただやってみないことにはね、ちょっとこう始まらないですし、まあ、映画はもちろん中心なんですけれども、映画パーソナリティとして活動しながら、まあ、エンタメ評論なんてのも最近やってるんで、まぁ、いろいろなエンタメニュースがある中、えー、これについて 僕はこういう見解がありますよ。こういう解説します。みたいなものを、毎日、平日、月金の夜24時から、ちょっとこうアップしていこうかな、なんていう風に思っております。えー、お知らせということで、ことぶき映画同好会内で、ことぶきエンタメニュースという、まあ、チャンネル、ジャンルが、えー、今日から、ま、発足するということで、こちらの方も、えー、できれば見ていただき、 たいななんていう風に思っております。えこれからもよろしくお願いいたします。